You're listening to Shibuya Cross FM. はい、みなさん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。さあ、4月4日4日、4月入りました。16時過ぎました。エンタメジャックに渋谷スタートしていきます。藤巻ゆうきです。トンペイトです。長野まみさきです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずね、このエンタメジャックに渋谷が3年目突入しました。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。まあ、この3年ね、はい、いろいろこうありました。ありました。たくさんのことありました。たくさんの皆さんにも来ていただきましたしね。はい、皆さん見てってね。見てってください。ありがとうございます。もう写真いっぱい撮っちゃって。春休みかな今。確かに春休み、ね、そろそろ始まるぐらいですもんね。そうですよね。はい、いやもうさまざまな方に協力していただいたり、スタッフさんもね今、はい、ほらもうね笑顔ですよ。本当だ、すごい笑って会話してるけど全然こっち見てないけどね。いやさっき名前間違えられるしね。うん、間違えられた。トヨだって言われたら、まあ、そうやってあのね、スタッフさんもそうだし、出ていただいてる方もそうだし、はい、スポンサーもね、はい、協力していただいてる、100% 新社館、はい、そして宮古島レンタカーさんのね、皆さん、はい、本当に本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。これからもね、はい、たくさんたくさん、みんなを楽しませる番組にしていきたいと思ってますので、これからもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、あ、ちょっと、クレイって言いましょうか。はい、エンタメジャックイン渋谷、この番組は新車最安値更新中 100% 新車館と、はい、宮古島レンタカー宮レンさんの提供でお送りいたします。はい、はい、あとですね、この YouTube の、チャンネル登録チャンネルよろしくお願いいたします。 100% 新車館で、YouTube 調べていただけるとチャンネルあると思いますね。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。ということですね。さあ、はい、4月です。この来年、あ、はい、来月5月1日に新元号が公布されるという、はいはいはい、施行ですかね、施行されるに伴って4月1日に発表になりました。発表になりましたね。なりました。皆さん分かりますか。もちろんです。もちろんでございますか。はい、せーので言いましょうか。はい、でいきますよ。はい、せーの、令和はですね、令和さ、はい、この令に、はい、平和の和、平和、はい、令和でしたね。これ令和って、はい、何なのっていうのをね、うんうちの徳田裕太、はい、徳田調べがね、はい、今日発表するということで、まあ、お任せくださいね。はい、まあ、令和、まあ、今令和って何なのって話だったんですけど、うん、まあ、なんかこれ英語というか海外向けに略すとビューティフルハーモニーってなんか表すんじゃないかみたいな、まあ、いわゆる融合といいますか、美しい、そういう意味で令和ってつけたと思うんですけど、はい、官房長官がね、出したんですけど、こうやって令和って出して、はい、あれをみんな10代の子は令和おじさんって言うらしいんですけど、はい、まあ、でも平成を出した時、大内啓三さんが官房長官の時に、出した時に平成おじさんって言ったら、で、まあまあ、みんな令和おじさんで分かる、まあ、官房長官ですからね、はい、分かりますかね、官房長官、ものすごい人ですよ、はい、ナンバー2ですよ、はい、まあ、令和、あれ字あったじゃないですか、はい、見ましたかね、あれ、出した時見ました、はい、あれ、平成の時視聴率 58% あったらしいっていうね、はい、今から30年前、そうですね、はい、まあ、令和が視聴率どれぐらいだったか分かりませんけど、はい、はい、ねえ、でも、ものすごくね、緊張されてたなっていう意見で、まあ、みんなね、見たら分かるんですけど、菅さん、こうやって出して、大丈夫みたいな、ちらちら目、4回ぐらい、あ、大丈夫かな、この角度みたいな、そう人間味があって、すごいいいなみたいな、おっしゃってましたけど、めちゃめちゃ緊張したみたいな、まあ、官房長官ってお仕事は、まあ、1日に朝と夜に、スピーチやらなきゃいけないね、記者会見をしなきゃいけないんですけど、はい、まあ、政治がこうやってますよみたいな、まあ、そんな、百戦錬磨の人が、まあ、緊張するぐらい、はい、まあ、平成の時、大石も緊張したって言ってましたけど、まあ、素晴らしい元号なんでね、僕たちね、こういう世代がいい時代を作っていけたらなと思うんですけど、令和のあの文字あるじゃないですか。はい、はい、だから学部に学部に終わった、はい、あれ誰が書いてるか気になりません。確かに、ええ、あれ決まってるんですよ。決まってるの、はい、決まってるというか、そのあれ書く事例、事例ってあるじゃないですか、うん、移動とかするときにを書く人、事例専門官っていうのが、まあ、役職としてありまして、国家公務員です、はい、
はい、事例専門官がありまして、でそれはいわゆる国家公務員試験を受けて入るわけじゃないんです、はい、入れないんです。でも書道家の方が、まあ、書道家のすごい上の方が、まあ、スカウトといいますか、やってくださいということで、まあ、ありがたくお仕事いただく仕事でして。なんだ、はい。でまあ、平成ももちろん書いた人もいるんですけど、平成を書いた加藤純一さんという方で、令和を書いた人がもずみさん、もずみおさみさんっていうらしいんですけど、はい、平成の書いた、後輩にあたる方らしいんですけど、まあ、事例専門家、仕事何するのって話なんですけど、まあ、各省庁とか異動とかの事例を書いたり、まあ、ちょっと症状を書いたりとか全部その人がやるんで、平成の人、加藤さんが書いた枚数20万枚って言われてるんですよ、ねえ、20万枚筆をバーって書いて、まあいろいろ書かなきゃいけないじゃないですか、表彰とかでその字を全部書くっていうね。あの書道家とか書をやってた人は、平成っていう字がすごいユーモアっていうか、表現、芸術として素晴らしいって、へー、あの感じ。なんか今回令和って割と太く筆圧が濃くドシンと書いてあるんですけど、平成ってちょっと令和に比べて細かったりするんですよ。確かに、はい、平成はすごい細め、まあ、令和に比べるとですけど、まあ、その羽とかもちろんそういう書道家なんで芸術性があるんですけど、令和という漢字はですね、事例専門家、はい、事例をずっと書いてたんで、いわゆる型にはまってしまうというか、芸術をちょっとまあ度外視というのはいかないですけど、まあ、ちょっと平成に比べると硬いんじゃないかみたいなとか言われてたり、羽の人がね、書道をやってる人は気になったりしてるらしいんですけど、平成っていう字はすごい芸術性があるっていう、まあでもね、令和もこれから僕たちが作っていく時代なんで、それも、ね、はい、あの歴史的瞬間なんで、僕たちがいい感じだったなとできるようにね、はい、令和、令和、はい、令和菅さんですね、はい、はい、前職が段ボール工場作業員っていうね、はい、そうなんですね、なんかこうなんだろう、人間味、人間味、令和さん、令和さんですね、はい、はい、なんかね、あの前職って書いたりするんですね、まあ、大手の会社の役員ですよ、社員ですよって、まあ、大体議員さん書いてたりするんですけど、菅さん書いて、菅さんもちろんそういう大手ありますけど、一番最初はね、段ボール工場作業員っていうね、段ボール工場作業員って官房長官になるんですよね、すごいですね。そう、俺がさっき打ち合わせでね、はい、それをこう喋ってて、こうキャッチフレーズがね、キャッチフレーズ、はい、エリート界の下町ロケット、はい、勝手に名付けようって、まあものすごいエリートですよ多分、はい、そうなんですね、平成、ちなみに平成がこれですね、はい、平成はこれでしたね、そうです、平成細いね、細い、確かに、令和ではそうですね、この羽とかがすごい芸術性、うんうんうん、芸術性が高いって言われてます。この時も大渕さん官房長官ですからね、まあ、あれ官房長官が出すもんなんで、はい、はい、その後しそうになってますけど、はい、まあ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 、字すごいなと思って、まあ、事例専門官で仕事もすごいなと思うんですけど、まさかのスカウトっていうね、いろいろなこうお仕事があって、はい、僕らの知らない知らないお仕事があるんだ、そんなお仕事あるんだっていう、ね、しかも20万枚、まあ、書き続けなきゃいけないお仕事なんで、はい、ずっと、もう今 CD もそんな売れない時代だからさ、20万枚もさ、はい、まあ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 、CD と比べたらどうかな。ちなみにその紙もあるじゃないですか、はいはい、その紙もちなみに普通の紙じゃないです、特殊な紙です。というと、いわゆる半紙とかにやったら、まあ、絵の写り悪いとかいろいろあるんで、特殊な紙、まあ、しっかりと出されてないですけど、特殊な紙らしいですよ、はい、そうなんだ、映えとか見栄えとかいろいろ、はい、で平成の時、これ令和の話はまだ出てないですけど、うん、平成の時加藤純一さんとか書いてるんですけど、はい、書くまで、まあ、教えてもらえないじゃないですか、うん、何を書きますよ、その日に来て、さあこれです、書いてくださいって言われるんで、一応3つ提示をする予定だったんですよ、はい、でもいざ来たら平成の1個しかないで、うん、加藤さんは平成って画数が少ないらしいんで、うん、ま、めちゃめちゃ難しいらしいんですよ、書くと、うん、でもうマジ難しいみたいで、特殊な紙を4枚渡されて、で、まあ、練習清書の4枚ですよ、はい、だから4枚とりあえず緊張しながらもうね、日本みんなが見るやつを一人で書いて、で4枚目が一番良かったら4枚目を出したらしいです、平成はそれ4枚目らしいですよ。これ緊張しませんか皆さん、めちゃめちゃ緊張して、ね、手震えますよね、平成ね、平成、はい、いやしかもその、まあ、僕みたいなバカな人だったら読み方間違えちゃうと思って、ね、レイヤーのなんかレイカズとか言ったらほーみたいな、ね、時代とかカンさんみたいなね、うん、そうなったりとか、うん、なったり、まあ、そういうね、4枚目らしいんですけど、これ4枚目だって、はい、4枚目って、はい、加藤さんが言ってました、はい、い
やーなんか面白いね、面白い仕事なんで、ね、まあ書道家の方がね今後そういうお話いただいて事例専門家になるかもしれないんで、どうですか令和、はい、うん、すごいいい響きだと思います。うん、確かに令和、いいですね、綺麗、令和ビューティフルハーモニー、はい、ビューティフルハーモニーですね甘髪がすごかったですか、はいはい、ビューティフルハーモニー、はいはい、なんかあれですか、じゃあ令和にちなんで、はい、うん、令和元年に、うん、あなんかやりますか。あー確かに、令和元年何をやる、何をやりましょう、なんかやりたいことありますか、この番組内でですよね。そうですね、なんだろうな、でもなんか新しいことやりたいですね。やりたいですよね、せっかくなんでね、せっかくだから、うん、3年目にも突入しましたし、はい、まあ後でねちょっとあるね、はい、あまあその国だったんだ俺、そうそう、それもね、あーなるほどなるほど、もしやれだったら今日やって、はい、でその後、うん、1ヶ月後にもう1回どれぐらい車さんがなるほどね、上達してるのかも見てみたいな、なるほどね、はい、思う今日この頃でございます、はい、楽しみにしておいてください皆さん、はい、1曲いきますか。そうですね、歌のあれ、はい、あ大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です、お願いします。はい、それでは聴いてください、長野真美咲で You Broke My Heart。
さあ、ね、本当今皆さん、はい、落ち着かなかったですね。楽しかったけど、せわしなく、せわしなく、いやね、毎週やっていこうかなと思うんでね、曲中も画面見ていただいたら、ね、はい、楽しいね、はい、さあ、ちょっと長沼さんさ、はい、なんか、はい、あれだよね、そうですね、いろいろ持ってきたんですけど、はいはい、ほうほう、今日はちょっとスキンケアについて話そうかなって思って、スキンケアです、お肌大事、スタッフさんがね、聞いてくれたんですよね、うん、なんかスキンケア、私のスキンケア、はい、どうなってるんだと、うん、その綺麗な顔どう生まれてんだと。なるほどなるほど、気になるわけですよ。紹介したいんですけど、うん、はい、キールズさんって知ってますか？キールズっていうブランド。わかりません。なんか男はわからない、わかんないか、結構世界的に有名なんですけど、キールズっていう、へー、はい、でかニューヨーク発祥のブランドで、もう160年くらい続いてる老舗ですね。そうですね、はい、でもどこにでも本当あるんですけど、はい、まあ、そこの実はアンバサダーになったんですよ。おー、イエーイ、すげえ、アンバサダーですか。そうなんです、はい、それでまあちょっとやってアンバサダーとして、はい、あの今後やっていくんですけど、はい、まあ、でももともと本当に普段から使っていたんです、うん、アンバサダーになる前も、うん、だからすごい好きで使ってて、うん、今日ちょっと何点か紹介したいと思うんですけど、まずは洗顔、顔洗うやつなんですけど、はい、うん、こちらのクリアリーホワイトエクスフォリエーティングクレンザーっていう、うん、なんかスクラブが入ったやつで、あ、なるほど、はいはいはい、まあ、でも泡立てて使うんですけど、うん、これすごいいいです。スクラブ入ってて泡立つんだ、なんか、そうなんですよ、まあ、確かに、そうなんですよね、ゴリゴリ感というか、そう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 、へえ。で、洗顔した後に、はい、綺麗した後に、まあ、タオルで拭いて、うん、で、この化粧水はキールズハーバルトナー CL アルコールフリーっていう化粧水を使ってます。で、なんか下にこうやってお花がこう、なんやこれ、沈んでるんですよ、ほんまや、はい、化粧水なのになんかお花沈んでる、不思議、すごい不思議、すげー。でもそのお花の成分がまたいいみたいで、はい、なんかすごいな、匂いもいいんだろうな、はい、そうですね、コットンに染み込ませてやるんですけど、うん、でも私は結構ジャブジャブと使っちゃってます。なるほど、ジャブジャブと。なるほどね。使い方は何でもいいと。はい。はい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 。で、その次に、うん、この DS クリアリーホワイトライトニングエッセンスっていう、うん、これ美白美容液をこうスポイトで1センチくらい使います。ほうほう、これなんかシワとかの改善とかにもなるんです。あ、そうなんや。シミとかの。へー、物によってそういう効果というか効能が違うと、はい、ほうほう、使い分けるんですね。で、はい、その次に、あ、これ今夜の話してるんですけど、うん、あの夜、夜とかあるんだ、昼とか、朝、なるほど、へぇそう、夜はすごい使うんですよ、はい、もうとにかく保湿保湿で、はい、すいません、さっき漏れちゃったんですけど、はいはい、で、次がミッドナイトボタニカルコンセントレートっていう夜用の美容液を次使います。ちょっとこれ漏れちゃったんで、それ夜用なんですか。そうです、そうです。はい、なんか大変やな。もうこれも同じように1センチくらいスポイトで、女子は大変や、西日がだって俺めっちゃ顔で買ってる、ね、はい、綺麗、お日様、はいはいはい、それを使うと、はい、で、最後に最後、はい、このキールズクリーム UFC っていうやつをつけて終わりです、うんうん、これは、これはお風呂で大丈夫？あ、お風呂内でもお風呂上がりに、うんうん、洗顔と洗顔、はい、お風呂で、そうですね、はい、これもお風呂上がりか、そう、うん、お風呂上がりに全部、これつけて、これつけて、これ、あ、これがホワイトの方が最初なんですよ、これ、あ、順番が、順番があるんです、ここで、これ最初、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、英語の 1,2,3 巻き舌よ、巻き舌、うん、どこの外国人やな、発音よ、わしは日本人や、もう一回これ、もう一回なんだい、順番を教えてもらっていいですか。 1,2,3,4 なんでやんねんだよ、いや、今やるところでしょ、なんでやんねんだよ、言ってくれ、 1,2,3,4,5 発音が入ってくるからね、はい、そう、最後につけるクリームです。保湿みたいな感じですかねそうです、うんうん、なるほどね、やっぱり、はい、まあ、オールシーズンやっぱり保湿することが大事なので、なんかケチらずにこう、なるほど、ジャブジャブとつけることが大切だと思います。で、なんかキールズの店舗に行くと、うん、なんか肌診断みたいなのしてくれて、へー、ほんとだ、これ中野さん肌診断してる。そう、肌診断ちょっとしたんですよ、はい、先月に、はい、そしたらなんかこうつけたら
私の場合は油分少なめ、水分も少なめで油分も少ないし、水分も少ないってダメじゃねえのそれって。結構かさついてる感じなんですけど、うんうんうん、まあ、でも自分の肌に合った診断で、なるほどね、これみんながやるんじゃなくて長野間さんの診断結果でこれを使ってくださいってことなんですね。そうなんです。あ、めちゃくちゃあるこれ、はい、たくさんあるんですね。これちょっと映るかな。そう、いろんな種類の中から自分の肌に合ったやつをこう診断して、本当だな、白でほんじゃね、まあこういうのが差しがあるんでよかったら見てくださいね、うん、でなんかやっぱいろいろ試してみないとわかんないじゃないですか、はい、肌に合うとか。確かに。だからサンプルとか無料でくれたりするんで、だからぜひ店舗行けば。そうなんです。うーん、便利だな。便利です。確かに肌に合う合わないありますからね。うん、やっぱり。いやでもさ、女性って大変だ大変ですよね。こういう時に本当に思っちゃう、はい、男は楽、はい、なんかしてますか？え、してません。はい、お風呂上がり何してる？お風呂上がり、まあ、週に3回ぐらい化粧水つけるぐらいです。でもね、はい、あの一緒に泊まりに行った時あるの、はいはい、俺さ、結構そういうの忘れちゃうの、はい、持ってきてくれてて、はいはい、マキさん、化粧水ありますよって、はい、それはなんでかというと、もう藤巻さんも知ってるわけです。藤巻さんは多分持ってこない、うんうん、今忘れたというより俺は計画的に持ってこなかったんじゃねえかなと踏んでて違う違う、はい、本当にもう俺ね、結構めんどくさがりすぐそういうのをね、はい、忘れちゃうから、はい、持ってきてくれて、はい、あと充電器とかね、あ、持ってますね、持ってますね、すぐ忘れちゃう持っていくの。あと最後にお二人に使ってほしいのがあって。僕たち、じゃじゃーん、この間ちょっとプリンくれたのでお返しにチョコレートいや、なになにその急な展開なになになに急な展開よえ、これはキールズじゃないですよ。そう、それは違います、うん、私の好きなリンツってチョコなんですけど、1個食べてくださいと。なになに急にびっくりよ、この流れでチョコなんかウイスキーボンボンみたいな、うん、ないただきます。なんか入ってるのかな。いただきます。これはなんだ、ダークチョコレートかな。うん、あ、すげえチョコが2層になってて、チョコ、うん、そう、中の中にビターとか、はい、多分入ってて、これ渋谷のすごい あっちのビッグカメラの方にあるお店なんですけど、うんうん、あ、わかった、あの隣銀行の。あ、そうです、みずほ銀行。はい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 、あそこだ。すげえ不思議な食感、硬いとか、どういうこと？外パリ、中ふわって感じです。うんうんうん、うん、おいおい、めっちゃ食べちゃいますこれ、うん、高級なオムレツみたいじゃんオムレツ外パリでしたっけね、めっちゃ美味しい。いやもう、そうなんだ、こんな感じで。ありがとうございます、はい、すごい、ね、急なサプライズ、アンバサダーでサプライズもできる。なんかコスモポリタンっていう、まあ、海外では雑誌なんですけど、うん、まあ、日本は雑誌じゃなくてサイトだけなんですけど、はいはい、そのコスモポリタンからの話で今回アンバサダー決まりました。なるほどね、はい、で、そしてあ、はい、告知、はい、C3 って言うんですかね、雑誌 C3 なんですけど、うん、4月3日、昨日発売されました。はい、うん、ちょっといいですか、はい、見せても大丈夫なのかな。はい、ここ大丈夫です。さあ、長野さん、じゃじゃーん、じゃじゃーん、彼と一緒にピクニックへゴー。あー、追ってくれてる。あー、もう、あー、もう、すごい、ありがとうございます。さすがです。いいね、彼と一緒にピクニックへゴーってね、はい、お料理は、お料理は、まあ、たまにします、はいはい、これなんかそんな得意じゃないんだろうねちゃんと作れますよちゃんと作る作るときはこれ怪しいな怪しい、怪しいな、これ怪しい、ビジネス料理だな、はい、そう、お弁当、確かに C3普通に可愛い、はい、うん、全国の書店とコンビニで販売中です、うん、はい、ぜひぜひ。いいな、これってあれなの、作るの。なるほど、ピクニックに持ってくお弁当を作ってるんですかね。お弁当ですね、お弁当の作り方だ。はい、3種のカラフルおにぎり、はい、ピカリチーズご飯おにぎりとか、はあ、やっぱでもさ、料理できる女性って、いやもう抜群、ポイント言う、ポイント高いですね、はい、ポイント超高い。うん、何が嬉しいですか、作ってもらう。いや、僕は一番好きなものが オムライスとアップルパイなんですよ。おお、はい、なんすかなんすか、お、オムライス、いや今びっくりした、オムライスとアップルパイが混じって今あっと思って混じってアップルとそうオムライスがオップルみたいな、そうオップルみたいになっちゃうと思ってあっと思って、オムライスとアップルパイが大好きなんで、うん、まあオムライスとアップルパイを作ってくれる方がベストかなと、はい、僕はね、僕はね、エビ料理が好きなんで、あ、そうですね、エビこう作ってくれる方、料理してくださる方がいいですよね。
さあ、まあ、あのピクニックの、ね、季節にもなってくるんでね、うん、ぜひぜひこれ確かに参考にして参考にしていただいてね、はい、そしてこのスキンケア確かに大事ほんまに、ね、俺らもやっていこうじゃん。メンズもあるんですよこれ。あ、メンズもあるんだ。メンズラインも出てて。そうなんだ。めちゃめちゃ綺麗になっちゃうな。店舗行ってサンプルもらってさ。確かに。そうですね、とりあえず一回いろいろ試して、ね、なるほどね。あれ、あれ肌診断、肌診断、肌診断は行けば男でもやってもらえるのかな。そうですね、多分やってもらえる、ね、そうなんだ、肌診断あいける。それちょっと動画撮ってあげるわ僕の肌診断、うん、嘘嘘こんな感じですよ、流れをね。めちゃくちゃ綺麗だから、肌めっちゃ綺麗。綺麗ですよ、よく言われる、めっちゃ綺麗、肌綺麗など。はい、もういいです。あらららら、そうね、はい、ということでね、試してみてください、はい、ということですね。一曲いきますかね。はい、はい、長野さんお願いします。はい、それでは聞いてください。長野美咲で空が泣いてる。In the stars 約束したのに In my heart 私の心にいつものように笑っていたかった。 Now I know 前に進むから Here we go 新しい世界。また君のことをいつでも思い出そう。空が泣いて君はもういない。何度も会いたいと何度も願ったの。いつかいつかまた会った時はすぐ君のところへ走って行くからな。ありがとう。 With the stars 遠い星空さあさあ、はいはいはい、盛り上がってましたけども、はい、盛り上がってますね。俺さ、はい、話がガラッと変わって、ほうほうほう、 5G って皆さん前もちょっとさ 5G、 はい、話したと思うんだけど 5G って皆さん知ってます？うん、はい、うん、 3G、4G、5G ですかね。そうそうそう、はい、それをねすごく簡単に、うん、説明しようかなと思ってまして、はい、まず最初1G から 4G までを簡単にね、うん、説明しますよ、うん、まず 1G というのはアナログ携帯電話、うん、まあ、日本初の携帯電話、あのバブリーの、あー、はいはいはい、あの大きいさ、しもしもな肩掛けと言いますか。そうそう、はいはい、あれがまあ 1G でした。ほうほう、あそこから、スタートしていきますね、うん、でそして、2G、うん、でこれがデジタル化、はい、うん、携帯電話が小さくなって、ほうほう、ピッチみたいな、ピッチみたいな感じ、はい、っていうのが、2G、うん、で次 3G、うん、でこれが高速データ通信、うん、2G までは各国地域によってバラバラの通信方式だったんですけど、はい、3G は国際規格、通話品質向上、うん、データ通信高速化、うん、なのでパカパカみたいなアイモードとか、あー、はいはいはい、確かに、なんか 3G で一気に便利になった記憶はありますでしょ、はい、それがまあ 3G 時代みたいな感じでした、うんうん、今が 4G ですよね、うん、4G ですね。これまあもうスマートフォン用通信ってよく言われてるんですよね。 3G よりも
さらに容量高速化がね、進んだのが 4G、うん、で人口カバー率もほぼ 100%、 はあすごいなそれは、うん、ぐっとつながりやすくなったと、はい、でスマートフォンが爆発的に広まり、外では通信が当たり前のようにできるようになったと。確かにそうですね。そうで振り返るとまあこうやって少しずつ進化していくと、はい、でさらに 5G、 5G 言われてますね今、今年暮れとか来年とか言われている 5G、はい、これはもうさらに進化した高速用大容量、はい、あとこう通信の速さ、うん、あとコスト、値段がもうギュッと下がっているということなんですけど、単にその通信が速くなったとかじゃなくなるらしいんですよ。みんなそういう思いがちらしいんだけど、より IoT 化が進むと、うん、IoT インターネットオブシングス、そうですね、はい、あの家電製品とかこういうのが全部インターネットとつながるっていう、はい、今は外だと、はい、まあ、フリー Wi-Fi とか、うん、そうですね、はい、みんな持ってたり、もしくは Bluetooth とか、うん、俺のこうスマートウォッチも、はい、自分の携帯と同期するとき、はい、Bluetooth なんですけど、繋いでますよね、はい、そうじゃなくて 5G になると一切いらなくなる。なしでも繋がってるってことですか？ 5G だと思う、もうここが繋がっちゃう、はい、携帯ってそうじゃん、繋がってるじゃない、はい、簡単にもうそういう時代になる。はい、もっとすごいな、そんな、で今はだからこういう感じで、はい、なんか返してますからね、返す習慣が、はい、それがもうなくなってよりだ連動し合う、はあ、それぞれが発信源となり受信源となるみたいな感じですかね。そうなんです、そうなんです、だからもうこれがブワーッと、もう網の目状にブワーッと広がって、はあ、何でも繋がれるっていうのがすごいな。一応 5G って言われていて、まだセコス、やられてないので、はいはいはい、難しい、どうなっていくかわからないんだけど、携帯電話会社もさ、どういう風なプランにするとか、はいはいはい、考え途中だと思うんですけど、これすごくないですか、うん、単純に多分その何でも携帯1台でできるようになるってことですよね。もうスマホでテレビつける、まあ、暖房つける、ライトつける、もう全部できる、そうなんみたいな、はい、そんな感じですかね。外でね、はい、簡単に例えば、まあ、今もあるけど、はい、携帯で自分の家10分後に帰るから暖房つけておいてっていうのは今もちょっとあるけど、はい、そうそう、それがもっとより便利みんなが使うようになってくるんではないかって言われていて、実は、はい、今日のヤフーニュースで、はい、朝の、ニュースなんだけど、はい、ニューヨークで、はい、もうすでに、はい、5G がスタートした、お、ニューヨークだよ、もうニューヨーク、さすが大都市、アメリカの通信大手、ベライゾンコミュニケーションズが3日に高速大容量第5世代、まあ、5G、うん、5G に対応したスマートフォン向けサービスをスタートしたと。はあ、実は韓国が、やる予定だったんですよ、世界初を、はい、それを知ったアメリカが早めたって、ね、1週間先に早めたなるほどね、世界初を、まあ、面白いこれもちょっとアメリカの、アメリカらしいというか、はい、だからもう進んでいると。はあ、じゃあもうすぐ日本にもっていうことですもんね、うん、何が変わるかまだ実感できてないからわからないけど、まあ革新的な衝撃は受けるんだろうな、うん、そうなの、多分劇的に変わるんじゃないかってすごい言われてるから、ドキドキするというか、なんか子供の時に見た映画のイメージがどん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 近くなっていく感じ。単純に言えばライブ配信とかそういうの今、うん、途切れちゃったりするってこともあるけども、はい、もう途切れはほぼなくなると、どこにいても、世界中どこにいても、だって今 4G、はい、でもさ、Wi-Fi なくてもこうやって外でできる、はい、それがもう 5G だとかなり、まあ、受信しやすくなるというか、ほぼほぼ会話が成立すると、であと進化していくと、例えば俺がここに、俺が今楽屋にいたとして、はい、こう投影機があれば、俺が楽屋でこうやってやってるのをここで投影して立体的に、はぁ、なるほどね、すごいな、そりゃもう可能になってきちゃうっていう、だからなんなら、会議に出なくてもそこにいるような感じ、なんかスターウォーズだ、映画とかであった、そう、それが現実を帯びてくるだろうっ
って言われて、でもここの1年でそうなるんですか。もうすぐだからそうなってて、それがまた対応した機械が作られてってなって、この多分 2,3 年で多分できるんじゃないか。すごいな、超楽しみ、ね、楽しいでしょ、うん、テレビでありましたけど、あの出川哲朗さんが亡くなったお母さんに会えるみたいな企画があったと思うんですけど、はい、まあ、ものすごい感動だったんで、それ見た、はい、見ました、はい、俺今、はい、号泣ですけど、はい、号泣した、はい、号泣ですけど、はい、だそういうのが、まあ、会えない人でも会えたりするようなその機会というか、うんうんうん、技術の進化ですよね、うんうん、だから俺思うのはテクノロジーの進化って、こうなんだろう、よりいろんな方に平和的に使われると幸せになるなと思って、確かに本当物って使い方次第じゃない、よく言うじゃん包丁ってさ危ない凶器だっていうけど、はい、いや包丁通り使えば便利なものだ、便利なものですからね、違うことに使ったら凶器になるけど、何でもそうだと思ってて、だこういう さっき言ったその出川さんのやつも俺も言ったん、はい、亡くなったお母さんに会いたい、はい、一言ありがとうって言いたいっていうがために NHK さんで、はい、こうコンピュータグラフィックとかいろいろ駆使して、はい、本当にリアルな歩いてきて、はい、そうでもう号泣してたね、てっちゃんてっちゃんって言って、はい、そうね、最初信じてなかったあの感じもすごい良かったし、いやいや映像って言ってもさみたいな、でも本当に会って間近でしたら一瞬と なんていうのわけわかんなくなっちゃうというか、パニックになったけど落ち着いたら本当にもう母ちゃんだって言ってもう号泣する、めちゃくちゃ良かった、やばいやばい、ちょっと、はい、でそれ で一番俺がね、はい、感動したのがそのおにぎり、はい、なんてことない、はい、あのよく子供の頃、はい、お母さんが作ってくれた白飯に上に味噌がかかってるだけのおにぎりを食べて号泣してたの、はい、ちょっとブルってしちゃうぐらい、はい、そうなんてことないものなのよ。ただ俺ちょっとあれを見て思ったのがこうお芝居とかにもつながるんだけど、はい、残ってんだよね、うんうん、思い出って、うん、なんかこうイメージ、まあまあ記憶は脳なのよ、はい、科学的に言うと脳なの、はい、でも俺のイメージここが残ってるみたいな、ここで思い出すみたいな、歯心でね、でも食べてボロボロないよね、ああいう番組とか、いや素敵だなと思います、ああいうの増えてほしいなと、より進化して身近になる、ね、身近になってね、はい、僕たちもこう僕たちの周りにもできるようなね環境を作れればいいなと切に思っており、いやいい話だな、ね本当、すごいな技術の進化、はいそういうね、ね、そうだからさっきさ香取慎吾さんの、はいはい、個展も見に行きたいなと思ってて、はい、多分来週ここで話せるんじゃないかな、はい、楽しみに、思うのでぜひぜひね楽しみにしていてください、はい、ラスト1曲、はい、長野さん行きましょうか、はい、そうですね、それでは聴いてください長野美咲で Gravity Love。
はい、はい、じゃあ徳ちゃん、はい、コーナー行きましょうか。はい、はい、なんと、3年目を迎えまして、はい、今週から新企画、週対抗で対決していこうと思いまして、はい、その名もゲーム、はい、週対抗、ちゃう、間違えた、エンタメナイティゲーム。ありがとうございます、ありがとうございます。これ何ですか、これは。はい、毎週、はい、藤巻さんか僕と、アシスタントで、来ていただいて、女性の方2人組ペアになってもらって、はい、各週1週目2週目3週目4週目と、勝負してもらって、一番点数が低かったところに何か恥ずかしい罰ゲームをしてもらおうかなというゲームでございます。今週1週目は、藤巻さんと長野間さんペア、はい、はい、長野間組としてライダースコンビで、はいはい、やってもらおうと思います。まして、はい、今月のゲームは、けん玉でございます。けん玉を、時間が90、エンタメ90というゲームなので90秒ということで、はい、90秒でどこのお皿、どこでもいいです。何回90秒で乗せれるかやってもらおうかな。時間の振り分け90秒あるので、はい、長野さん10秒、藤巻さん80秒というし、1分30秒、何でもいいです。それはチームにお任せしますということなんで、はいはい、では始めていこうと思うので、そちらに映っていただいて、カメラを、はい、今回やっぱさ、やっぱ長野さん60秒とかやってもらおうよ。そうですね、長野さん60秒の、はい、藤巻さん30秒でいきましょうかね。はい、見たけど、これは、はい、やばいんじゃないですか。はい、僕はずっとこれ喋っておくんでね、はい、カメラ映ってると思いますけど、はい、映ってますね。はい、それでいきたいと思うんで、90秒練習なしでいきますよ。はい、これあの罰ゲームあるんで、ちゃんと真剣にやってください、皆さん。はい、では、はい、90秒では、3、2、1スタートー。おー、1回、はい、1回覚えておいてくださいよ、1回。はい、1、はい、はい、どうでしょうか、はい、この緊張感ね。はい、はい、はい、まだまだまだ1回ですよ。はい、さあさあ、皆さんどれぐらいできますかね、けん玉。なかなかけん玉やらないと思いますけどね。はい、まはい、はい、長野さんはけん玉下手らしいですね、これは。はい、さあ皆さんどうでしょうか、皆さんもけん玉久しぶりやってみたら。はい、はい、乗らない。あと1分でございます。30秒経ちました。30秒経ってまだ1回でございます。さあさあさあ、まだまだ、はい、乗りません。1回しか乗ってません。皆様けん玉できますか。あー、乗らない。こうという、はい、あと、はい、あと45秒ですよ。はあ、さあ乗せてください。中野さんがやけになってきましたね。はあ、はい、あと40秒さあさあさあ、時間も迫ってきました。できますか。もう1回乗せよう、もう1回乗せよう。あと35秒、もう1回チャレンジして、もう1回乗せよう。せーので行こう。さあ、の、はい、はい、残り30秒です。まだ1回です。藤巻組、中野間組、はい、まだ1回。あと20、あと20秒ですよ。あと20秒、はい、はい、あと15秒で、藤巻さん怒涛の追い上げ、数を足してください。藤巻さん、さあ、あと10秒ですよ。おい、おい、1回、はい、増えました。はい、2回目、はい、あと9、8、7、6、5、4、3、あと1回、あと1回、いったーい、終了。はい、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 こんな結局いいのよ。そうそう、それぐらい、もうそういうのを踏まえた上でやってもらわなきゃいけない。こんな結局、これね、はい、回転、これ、こんな緩い、緩いんじゃないですか。はい。さあさあ、もうしょうがない、司会の方、あ、もうほら、できる、できる。まあでもね、緩いぐらいの方が難しかったよね。はい、できると思うんで、はい、まあ、ということで、今週第1週目、藤巻長野間組は、合計3回でございました。あ、これはもう、いきなり罰ゲームの匂いをプンプンしますけど、やばいぞ、これは。来週もしかしたら、はい、藤巻は邪魔しに入る。そうですね、来週はまあ僕と鷲山さんの、はい、独断、鷲山組でチャレンジしようかなと思うんで、はい、毎週これやっていくんでね。この罰ゲームさ、今もまだ時間あるから決めない、はい、確かに。あ、決めますか、ね、罰ゲーム。そうですね、罰ゲーム、何がどんなのが嫌だ、特に、はい、やりたくない、これガチでやりたいからさ、やりたくない罰ゲーム、なんだろう、罰ゲーム、変顔とか。あ、僕ちょっと一つ提案があるんですけど、はい、めちゃめちゃ恥ずかしいのを見たいんで、よく、まあね、その TikTok で流行ってますけど、あの手に顎乗せるとかあるじゃないですか。それめっちゃ可愛らしいポーズ、ぶりっ子みたいな感じでやってもらったらいいんじゃないかなっていう。すげえ恥ずかしいの。それ知らないって、それを。あ、そうです、なんか流行ってたり。ちなみに、まあ、ちょっと前ですけども、はい、なんかこうやって乗せるの、はい、顎乗せて、乗せてって、はい、
なんかちょっとね、それぶりっこみたいなのもできたらなと思うんですけど、なんか他にありますかね、罰ゲーム。それいいね。確かに、はい、それちょっとそういう系いいかも。動画に撮って残そうかなと、うんうんうん、はい、こうやって画面でやってもらう。そうですね、そうですね、画面で載す、うん、あ、恥ずかしいですね、これ残りますからね、結構近いですよ、はい、残りますからね、本当に、はい、これなんだ、まあ、このね、毎週の、結果はね、僕インスタグラムでちゃんと書いて残しておこうかなと思って、はい、ぜひぜひね、はい、そちらもチェックしてもらえたらと思います。はい、はい、皆さんね、あと他にこれやったらいいんじゃないかなとか、うん、こういうゲームして、まあ、たくさん考えてあるんですけど、うん、来月のこともありますので、皆さんがね、なんかご意見ご要望ありましたら、確かに聞きたい、各ね、インスタグラムのダイレクトメッセージも何でもいいですけど、連絡していただいたらと思います。はい、そうですね、はい、それではもうね、締めましょうかね、はい、エンタメジャックイン渋谷、この番組は新車最安値更新中 100% 新車館と宮古島レンタカー宮根さんの提供でお送りいたしました。はい、今日多分さ、はい、ここ最近じゃめちゃくちゃ暖かい日じゃない？うん、うん、ね、皆さん明日もね、ものすごい暖かいんで、なんか27、はい、今日はまだですけど、明日めちゃめちゃ上がるらしいですもんね、皆さん花見行かれたら。そう、あと花粉症気をつけてね。そうですね、花粉症やばみって書いてありましたからね、はい、気をつけていただきたいなと思います、はい、ラスト1本あります、はい、最後のもう一度これ紹介しますか、はい、雑誌 C3 長沼さんが写ってるんでね、皆さん買ってくださいね、ぜひぜひ。得意料理は何？あ、ちなみに長沼さんハンバーグとか、はい、は作りますいや、ハンバーグとか作りますよって定番だな、定番系ずるい、ずるい怪しいな、これ怪しい、怪しい、ね、ちゃんと作れますよ、怪しいな、そうですか、うん、あのはい、まあ楽しみにね、はい、ということで、はい、じゃんけんですかね、じゃんけんいきましょうか、はい、今日はじゃあ、長沼さんここにどれがいい、どの指、はい、何がいいですか、グーチョキパーは何ですか、これじゃんけんをする、じゃんけん、はい、毎週ちょっと番組の終わりにじゃんけんをするので、そうなんですね、じゃんけんポンって言って、また来週、うんうん、あー、OK です、じゃんけん、はい、何にできますか、え、今決めるんですか、はい、じゃあチョキ、はい、いやいや、ちょ、ちょ、ちょ、あのチョキって言っちゃうの、わかるから、ここわかるから言っちゃいけない、もう時間ないから、内緒だよえ、内緒でじゃあ、なんか適当に出します、そうそう、手で、あ、アクションください、それをみんなで、俺ら3人で、3人一緒にしなきゃいけないから、ここ、うん、そうそう、見せないようにして、うん、じゃあ、それでいいかな、Okay、 はい、はい、それでいきましょう、で、出せればいいんですか、はい、では、はいグダグダやないかい、おい、なんでやねん、それではまた来週です、はい、最初はグー、じゃんけんポン、グーでした、ありがとうございました、また来週です、また来週です、バイバイ。